YouTube の皆様方、お久しぶりでございます。神山宗則です。私も約今から1年ぐらい前にこの心臓の狭心症を患ってしまいました。カテーテルでステントをこの心臓の血管、静脈ですね、静脈2箇所に詰まり気味の状態になってしまって、ステントで広げていただきました。手術を約1年ぐらい前に行っていただきました。しかし今は神山宗則は元気に戻ってきました。これからも皆様方にこの YouTube を通じて神山の便利屋の仕事の内容、スズメバチ退治、その他の仕事をですね、紹介していきたいなと思います。今後とも皆様方どうぞ神山宗則をご支援いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。